を乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さて何が行くのでしょうか。ラッキーライラック、前に行きそうです。ガレンブーケドール、それに続いています。さらにはオーソリティ、1番バビット、その後ろモズベトロ、それに続いています。クロノジェネシス、そのうちに続いています。これに続くのがピエールマン、その外にオセアグレート、オレンジの帽子サラキア、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。ブラストワンピース、この馬もこのグループ並んで3番クレッシェンドラブ、その外からユーキャンスマイル、さらには奇跡、その隣にペルシアンナイト、ラブズオンリーユー、すぐ後ろしんがりからワールドプレミア、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。1番バビット、並んで7番ラッキーライラック、その横にモズベドロ、大きく離れましたクロノジェネシス、並んで12番オーソリティ、すぐ隣にオセアグレート、その横にユーキャンスマイル、その横にサラキア、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番バビット、ラッキーライラック、ほとんど差がありません。モズベドロ3番手、さあバビットこのまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバビット、並んでラッキーライラック、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はラッキーライラック、残り 200m を通過して一気にラブズオンリーユー、ラッキーライラック先頭だ。ラブズオンリーユー、わずかにラッキーライラック、体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。バビット前に行きそうです。ピエールマン、それに続いています。さらにはラッキーライラック、12番オーソリティ、その後ろ並んで11番モズベドロ、ガレンブーケドール、この馬もこのグループ、すぐ隣にクロノジェネシス、オセアグレート、それに続きます。内からはラブズオンリーユー、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。サラキア、上がっていきました。その外からユーキャンスマイル、ペルシアンナイト、そのうちに続いています。赤の帽子奇跡、その後ろその横にクレッシェンドラブ、すぐ後ろにブラストワンピース、しんがりからワールドプレミア、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1番バビットレースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがモズベドロ、オーソリティ、すぐ後ろこれに続いてサラキア、その隣にピエールマン、内からはラッキーライラック、その外にオセアグレート、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はバビットモズベドロ、ほとんど差がありません。オーソリティ3番手、さあバビット逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はバビット、サラキア、続いています。内からはラッキーライラック、内からはモズベドロ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。バビット先頭、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 さあ先頭は今度はラッキーライラック、2番手はクロノジェネシス、ラッキーライラック、ラッキーライラック1着、2着にはどうやらクロノジェネシス、ラッキーライラック、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。オセアグレート、スタートのタイミングが合いません。さあ果たして何が行くでしょうか。クロノジェネシス、前に行きそうです。バビット、それに続いています。さらにはラッキーライラック、12番オーソリティ、その後ろ並んで11番モズベドロ、すぐ後ろにガレンブーケドール、さらにはオセアグレート、その後ろからはブラストワンピース。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。ピエールマン、上がっていきました。その隣にユーキャンスマイル、ペルシアンナイト、それに続きます。オレンジの帽子サラキア、その後ろクレッシェンドラブ、すぐ後ろ並んで6番奇跡、ラブズオンリーユー、
この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからワールドプレミア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番バビットレースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、オーソリティそれに続いています。並んで11番モズベドロ、すぐ後ろにオセアブレート、これに続いてガレンブーケドール、これに続くのがクロノジェネシス、並んで7番ラッキーライラック、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はバビット、オーソリティ、先頭に襲いかかってきましたモズベドロ、3番手さあバビット、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はバビット、間が空いてオーソリティ、間が空いてオセアブレート、さあ直線に入りました。これからの勝負、バビット先頭、残り 200m を通過してバビットアドバンテージをキープ、後ろはどうか、クロノジェネシス迫る、クロノジェネシス、クロノジェネシス1着、2着にはどうやら奇跡、勝ったのはクロノジェネシス、このレースを制したのはクロノジェネシス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはガレンブーケドール、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくガレンブーケドール行きました。続いて前へ行くのはラッキーライラック、では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバビット、その外からガレンブーケドール、内からはラッキーライラック、その外にモズベドロ、その後ろにクロノジェネシス、その外にオーソリティ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。サラキア、その前に進出、これに続くのがオセアグレート、ピンクの帽子ユーキャンスマイル、その後ろラブズオンリーユー、そのうちに続いています。その外にピエールマン、内からはクレッシェンドラブ、その隣に奇跡、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ペルシアンナイト、すぐ後ろ、すぐ後ろにワールドプレミア、最後方にブラストワンピース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。10番ガレンブーケドール、並んで7番ラッキーライラック、モズベドロ、それに続きます。少し間が空いてクロノジェネシス、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はガレンブーケドール、ラッキーライラック、ほとんど差がありません。モズベドロ3番手、1番バビット、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はガレンブーケドール、ラッキーライラック、その後ろ、さあいよいよ直線の攻防、ガレンブーケドール先頭、あと 200m、 さあ先頭は今度はフィエールマン、2番手はラッキーライラック、フィエールマン先頭だ、フィエールマン、フィエールマン1着、2着にはどうやらラッキーライラック、勝ったのはフィエールマン、このレースを制したのはフィエールマン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはラブズオンリーユー、オーソリティ、この馬も好スタートを切りました。バビット前に行きそうです。ラブズオンリーユー、それに続いています。さらにはオーソリティ、7番ラッキーライラック、その後ろ、これに続いてモズベド、クロノジェネシス、そのうちに続いていますガレンブーケドール、それに続きます。その外からオセアグレート、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。その後ろにフィエールマン、その隣にサラキア、すぐ隣にユーキャンスマイル、内からはクレッシェンドラブ、すぐ後ろに奇跡、その後ろにブラストワンピース、その外にペルシアンナイト、しんがりからワールドプレミア、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。12番オーソリティ、青の帽子ラッキーライラック、その後ろ、その後ろからはバビット、クロノジェネシス、それに続いています。並んで11番モズベドロ、内からはラブズオンリーユー、その外にオセアグレート、これに続くのがユーキャンスマイル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はオーソリティ、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。ラッキーライラック、オーソリティ2番手に控えました。バビット3番手、バビット B 位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバビット、
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラビット先頭、残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。ラッキーライダック抜けた。ラビット食らいつく。ラッキーライダック、ラッキーライダック、1着、2着にはどうやらラビット。ラッキーライダック、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはクロノジェネシス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクロノジェネシス鼻に立ちます。その後ろからはバビット、この馬も上がっていく構えです。さらにはガレンブーケドール、7番ラッキーライダック、その後ろ、すぐ後ろにモドゥベブロ、その後ろにオーソリティ、ラブズオンリーユー、それに続いています。その外にオセアグレート。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。ピンクの帽子ユーキャンスマイル、その後ろサラキア、すぐ後ろ、すぐ後ろにペルシアンナイト、その隣に奇跡、すぐ後ろにピエールマン、並んで5番ワールドプレミア、クレッシェンドラブ、それに続きます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。最後方にブラストワンピース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。1番バビット、リードは1馬身から2馬身、これに続いてラッキーライダック、その後ろからはモズベブロ、そして大きく離れてオソリティ、この位置です。その外からユーキャンスマイル、並んで14番サラキア、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はバビット、ラッキーライダック、先頭に襲いかかってきましたモズベブロ、3番手さあバビット、逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はバビット、間が空いてラッキーライダック、離れてオソリティ、4コーナーカーブから直線コースに向きました。バビット先頭、後続もやってくる。残り 200m、 ラッキーライダック先頭だ。2番手はクロノジェネシス、ラッキーライダック、先頭フィエールマン、フィエールマン1着、2着にはどうやらラッキーライダック、フィエールマン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。バビット前に行きそうです。ガレンブーケドール、それに続いています。さらにはオーソリティ、7番ラッキーライラック、その後ろ、その外からモズベブロ、黄色の帽子クロノジェネシス、その後ろ、すぐ後ろにラブズオンリーユー、その外にピエールマン、ブラストワンピース、そのうちに続いています。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。オセアグレート上がっていきました。その隣にサラキア、これに続いて奇跡、並んで16番ユーキャンスマイル、内からはクレッシェンドラブ、ペルシアンナイト、すぐ後ろ、最後方にワールドプレミア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。11番モズベブロ、一気に先頭に立ちました。並んで1番バビット、すぐ後ろにオソリティ、そして大きく離れてガレンブーケドール、この位置です。並んで7番ラッキーライラック、これに続くのが奇跡、並んで15番オセアグレート、その横にユーキャンスマイル、内からはクロノジェネシス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてモズベブロ、バビット、ほとんど差がありません。オーソリティ、3番手バビット、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はオーソリティ、バビット続いています。間が空いてガレンブーケドール、さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはバビット、残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。フィエールマン迫る、フィエールマン差し切った、フィエールマン、フィエールマン1着、2着にはどうやらラッキーライダック、勝ったのはフィエールマン、このレースを制したのはフィエールマン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。バビット前に行きそうです。モズベブロ、それに続いています。さらにはガレンブーケドール、7番ラッキーライラック、その後ろ、その外からオーソリティ、クロノジェネシス、そのうちに続いています。内からはラブズオンリーユー、
その外にホセアグレート並んで13番フィエールマン。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。すぐ隣にサラキア、奇跡、すぐ後ろその外にユーキャンスマイル、内からはペルシアンナイト、内からはクレッシェンドラブ、その外にワールドプレミア、しんがりからブラストワンピース。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から1番マミット、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、その後ろにオソリティ、その隣にモズベドロ、少し間が空いてラッキーライラック、その外にピエールマン、オレンジの帽子サラキア、その後ろ内からはガレンブーケドール、並んで4番ラブズオンリーユー、その外にホセアグレート。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてマビット、オソリティ、ほとんど差がありません。モズベドロ3番手、さあマビット逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマビット、オソリティ、その後ろ離れてラッキーライラック。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マビット先頭、外から勢いよくカレンブーケドール先頭、あと 200m、 クロノジェネシス迫る、クロノジェネシスかわす、クロノジェネシス先頭だ、クロノジェネシス、クロノジェネシス1着、2着にはどうやらカレンブーケドール、勝ったのはクロノジェネシス、このレースを制したのはクロノジェネシス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。花を切ったのはマビット、続いてモズベドロ、この馬も前へ、さらにはラッキーライラック、12番オソリティ、その後ろ内からはクロノジェネシス、その隣にガレンブーケドール、ラブズオンリーユー、それに続いています。その外にホセアグレート、オレンジの帽子フィエールマン、その後ろ、さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。サラキア、この馬もこのグループ、すぐ後ろにユーキャンスマイル、ペルシアンナイト、そのうちに続いています。並んで6番奇跡、すぐ隣にブラストワンピース、クレッシェンドラブ、すぐ後ろ最後方にワールドプレミア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。1番マビットレースを引っ張ります。さらにはオソリティ、その後ろにラッキーライラック、そして大きく離れてモズベドロ、この位置です。並んで10番カレンブーケドール、その横にクロノジェネシス、その外からペルシアンナイト、並んで14番サラキア、その横にホセアグレート。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてマビット、オソリティ、ほとんど差がありません。ラッキーライラック3番手、さあマビット逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はマビット、ラッキーライラック、続いています。離れてクロノジェネシス、その外からガレンブーケドール、マビット先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残り 200m、 クロノジェネシス先頭だ。2番手はカレンブーケドール、クロノジェネシス先頭だ、クロノジェネシス、クロノジェネシス1着、2着にはどうやらカレンブーケドール、勝ったのはクロノジェネシス、このレースを制したのはクロノジェネシス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。マビット前に行きそうです。ラッキーライラック、それに続いています。さらにはオソリティ、11番モズベドロ、その後ろ黄色の帽子クロノジェネシス、その後ろその横にガレンブーケドール、すぐ後ろにホセアグレート、その隣にフィエールマン、内からはラブズオンリーユー。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。ユーキャンスマイル上がっていきました。サラキア、すぐ後ろクレッシェンドラブ、そのうちに続いています。並んで8番ペルシアンナイト、内からはブラストワンピース、並んで6番奇跡、しんがりからワールドプレミア。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番マビットレースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続いてモズベドロ、すぐ後ろにラッキーライラック、その後ろからはユーキャンスマイル、内からはクロノジェネシス、
その外にカレンブーケドール、並んで15番オセアグレート、すぐ隣にオソリティ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番バビット、2番手のモズベブロ、先頭を捉える勢いです。ラッキーライラック、3番手さあバビット、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバビット、4コーナーカーブから直線コースに向きました。バビット先頭、残り 200m、 先頭は変わってカレンブーケドール、2番手はクロノジェネシス、フィエールマン、かわすフィエールマン、フィエールマン1着、2着にはどうやらカレンブーケドール、フィエールマン、見事このレースを制しました。